イーチャリティーチャンネル。はい、こんにちは。イーチャリティの犬伏です。今日はですね、家族ライドということで、今ね、小田原城のね、近くまで来てます。まあ、今日はですね、ちょっと今桜のね、いいシーズンなんで、まあ、桜をね、見に行きたいなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、なかなかね、ちょっといい場所ないかなと思っていろいろ調べてまして、中井中央公園っていうね、ここからどれぐらいですかね、自転車で1時間ぐらいのとこだと思うんですけど、そこがね、ちょっと桜が良さそうな感じだったんで、全然ね、行ったことない場所なんですけど、まあ、今回初で行ってみたいと思います。はい、で今日もね、このね、自転車キャリアを使って自転車を運んできたんですけども、もうなんていうか、かなり慣れましたね。これ本当ね、自転車複数台持って移動するときなんかにはね、めちゃくちゃいいですね。うちの場合はですね、ずっとね、つけっぱなしにしてるんで、まあ、いつでもね、自転車ちょっと乗りたいなっていうときにはね、使えるようになってます。はい、でね、今日の自転車をですね、子供たちはね、それぞれ、ミニベロに乗ってもらって、で奥さんはね、パナソニックのジェッターで、で僕がね、グラベル E ロードバイクでね、今日は走っていきたいと思います。はい、で昨日にね、引き続いて花見ライドなんですけども、もう今ね、本当にどこも満開間近ぐらいの感じでね、いい感じでね、桜咲いてます。まあ、本当はですね、箱根の山なんかにもね、ちょっと登ってみてとかやりたかったんですけど、まあ、僕とね、奥さんは電動だからいいんですけど、子供たちがね、電動じゃないので、ちょっと箱根の山はね、よう登らないんじゃないかなと思って、今日はね、坂の少なそうなルートを選んでみました。はい、出発しました。わー、桜めっちゃ綺麗です。わー、いい感じです。まだ結構ね、つぼみが多い感じはしますけど、でもね、かなりね、いい感じですね。なんでいいですか。いや、こうやってやっぱ桜のトンネルみたいになってたらいいやん。はい、今1号線に出まして、しばらくね、この1号線で行きたいと思います。しかしですね、これ見てください。これ、このミラー、これ前回もね、多分ちょっとお話ししたと思うんですけど、これはめちゃくちゃおすすめです。で、まあ、何がおすすめかっていうとね、こう家族ライドってなるとですね、多分お父さんがね、一番前になることって多いと思うんですけど、後ろ振り返るのって、まあ、僕の場合ですけど、ちょっと怖いなって思う時があったりするんですけど、このね、ミラーがあると、ちょっと視線を落とすとね、ちゃんと後ろについてきてるかどうかって一目で分かるんで、振り向くよりもね、少ない動作で確認ができるんで、なんていうかね、ストレスが全然違いますね。これね、つける前はですね、1家族ライドあたり100振り返りぐらいやってたんですけど、まあ、それがね、だいぶ減って、なんかね、楽ちんになっちゃいました。しかもね、安全にもいいと思うんですよね。振り返る動作よりも自転車のね、バランスを崩したりしないんで、いいんじゃないかなと思います。最近買った自転車グッズの中で一番良かったと僕は思ってます。坂は橋って書いてましたね。結構大きめの川ですね。あー、最高に気持ちいい。いやー、今日の自転車日和っぷりはやばいですね。太陽のね、光もそこまで暑くないし、風もね、車体が取られるような風じゃないんで、
こうなんかそよ風みたいでめっちゃ気持ちいいです。追い風なんかもしれないですね。しかしこの家族ライドなんですけども、まあ、最近ね毎週末っていうぐらいの感じで、家族ライドねやってるんですけど、まあ、家族ね本当によくついてきてくれるなと思ってありがたいですね、まあ、特にね、まあ、奥さんなんかはですね、まあ、仕事もちょっと手伝ってもらってるんですけど、まあ、それでもね結構積極的に週末どうするみたいに声かけてくれたりするんで、まあ、こうやってね続けれるのはね本当家族のおかげだと思います。ありがとう、本番ありがとう。今日はやっぱりねサイクリスト多いですね。みんなめっちゃ速そうですね。シャツかわいいな。はい、今ですねさっきのパン屋出てから、1キロぐらい走ったと思うんですけど、さっき信号で止まってて青になってね動き出すときに気づいたんですけど、この E バイク電源入れずに走ってましたね。それに気づくのにね1キロぐらいかかりました。この道めっちゃ良くない？なんかすごいな。なあ静かやな。うわあこの道もうマジで最高ですね。マジっすかこの道。すごいな、おもろい道やな。最高です。グラベルロードに突入しました。僕以外ちょっと大丈夫か怪しいですけど、なんかナビがねこっちに行けと言ってるんで行ってみます。この道なんなん、大丈夫かな。Google 先生に導かれるままに来たら、こんないい道をね走れると思いませんでしたね。わお、うわあこれほんま砂利やばいな。なあ、いやこの辺り初めてね走ってみてるんですけど、めちゃくちゃいいですね。僕すごいね気に入りました。なんかねグラベルっぽい道もね走ろうと思ったらね川沿い結構な多分距離走れると思うんで、まあ、今日なんかね、箱根の方とか先にねちょっと車で一回見てみたんですけど、結構ロードバイク多かったんですけど、この道少ないですね。だからなんか走りやすいですね。なんか子供とか連れてても結構安心して走れる道なんでありがたいですね。あーこれ自然がやばい、自然ビームがやばい。はい、目的地の中井中央公園に到着しました。うわー桜がめっちゃ綺麗ですね。中井中学校っていう中学校があるんですけど、その入り口がもうやばいですね。お疲れー。あれだ、サイクルスタンドありますね。今日はですね、ここに来る前にね、神戸屋っていうパン屋さんでね、パンを買ってきました。これなんかね、ヨーグルトっぽい味のね、やつみたいなんで、食べていきたいと思います。うん、うまい。しかしまあ、かなりね、普通の公園なんですけど、でもこうすごい綺麗にね、整備されてて、なんかスポーツやってる人がめちゃくちゃ いっぱいいます。桜はですね、こんな感じで何度咲きぐらいかな、5分咲きぐらいかね。コロッケ行ってみたいと思います。
レーコロッケやばいです。メンチカツやばいです。野菜コロッケ、ナス。僕だけ揚げ物ばっかり食べてるみたいになってますけど、ちゃんとパンも食べてますんで。うん、チンしたい。チンしたい。はい、今日もですね、家族ライドでうまいコーヒー飲みたいなと思って持ってきましたのがこちら、ドトール、コクと深みの香ばしブレンド。こっちがね、甘い香りの安らぎブレンドで、奥さんはスタバのキャラメルラテっていうね、まあ、前回ね、こういうロートみたいなんでこう紙にね、あのコーヒーの粉入れたんですけど、手間かかった割には美味しくないっていうか、まあ、僕が下手くそなだけなんですけど、よりですね、手軽にね、楽しめるのもいいんじゃないかと思って、今日はね、これにお湯を注いで作っていきたいと思います。じゃあ僕は黒糖深みの香ばしブレンドに行ってみたいと思います。この手のねやつなんで、もう皆さんおなじみだと思いますけども、もうこれでね減っちゃうっていう。そして今日もね、お湯沸かすのめんどくさいんで、水筒にお湯を持ってきました。このマグカップはね、フジロックのねマグカップなんですけども、フジロック2021年開催決まったみたいですね。おめでとうございます。まあ、今年ねちゃんとフジロック開催あればですね、ちょうど僕がフジロック行き出して20周年になるんで、まあ、なんかね特別なフジロックにするみたいなことを書いてましたけども、すごくね楽しみです。できました。じゃあ飲んでいきます。うん、安定のいつもの味ですね。しかし家族ライドのコーヒーはね、これぐらいがちょうどいいかもしれないですね。今日実はね、お湯沸かそうかなと思って、ガスとあのシングルバーンを持ってこようかなと思ってたんですけど、この前ね使ったこう黒いゴムのねロートがなくなりまして、朝からね探してるんですけど、どこにもないんですよ。前回ねコーヒー作った時に、コーヒーのこのこしたカスあるじゃないですか、あれとね一緒に捨ててしまった説が今のところ有力で、持って帰ったの僕なんですよね。捨てた記憶全くないんですけど、これめんどくさいっていうこともあるけど、なくしてねコーヒーこせないっていうね、まあ理由もありました。最高です。はい、今ね12時半ぐらいなんですけども、今からね車に帰りたいと思います。はい、中井中央公園、結構いい公園でした。めちゃくちゃねまったりした感じでしたね。一旦ね車に戻りまして、でそれから箱根でねちょっとお風呂に入ってね帰りたいと思います。まあ、あと10キロぐらいなんですけど、まあ家族もいるんで、まあ、ぼちぼちね帰っていきたいと思います。こんにちは。垂れこぼれるか。じゃあ前出ます。前出ます。前出ます。
今日もですね、家族ライド無事に終了しました。今ね、小田原城の近くまで帰ってきたんですけども、今日もですね、事故なく終えれてよかったなと思います。はい、で今回はね、片道約12キロぐらいですかね、往復24キロ、走ってきましたけども、子供たちはですね、なんか朝早かったからかちょっとしんどそうな感じもあったんですけど、後半ね、ぐいぐいね走ってついてきてたんで、これぐらいのね距離が、運動にねちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、桜の方はですね、中井中央公園の方なんですけど、だいたい五分咲きぐらいだったんで、もしかしたらね、こう風とか雨とかがそんなになければ、来週の週末ぐらいがですね満開になるっぽい感じでしたね。なんでまだまだ来週もですね、花見ライドね、まだまだやれるチャンスはあると思います。はい、今回ね、結構車通りのね、ある道なんかも通ってきたんですけど、なんか舗装がいいのか知らないですけど、道がね、すごいスルッとした感じでね、気持ちよく走れました。途中でね、Google のナビにですね、すごいね、道に連れて行かれたりとかしましたけど、でもああいう道もですね、グラベルロードにね、乗ってる人とか、あとマウンテンなんかね、乗ってる人なんかでも、すごいいい感じの道だったと思います。でしかもね、結構長い距離、こう川沿いをね、伝ってあるような道だったんで、かなりね、気持ちいいサイクリングロードだと思います。もしかしたらね、有名な場所なのかもしれないんですけど、他にね、あんまり走ってる人も見かけなかったんで、面白い道だなっていうふうに思いました。川沿いにはですね、桜もね、かなり咲いてたので、今のね、時期にですね、花見ライド、今日はですね、小田原城から中井中央公園の方まで、走ってみたんですけども、最高のですね、花見ライドになりました。今日はどうもありがとうございました。